じゃあね、次はどこ行きましょう。太鼓のリベンジの太鼓、偽太鼓と、ごめんなさい、3回目の戦いか。お父さん、宝箱あった。ここ、なんか怪しいでしょ。なここの、うん、ところの、ここですね、うん、はいはいはい。あ、開けられるのそれ。あ、ほんとだ。え、こんなの見落としてたね。マジか、鎧あったんか。よし、諦め。主人公使おう。ヘンリーいなくなるから。どこだ。道具。確かヘンリーも。ヘンリー、ヘンリー。てか、なんでヘンリーは。諦めを、アジキに使おう。使う。使う、アジキ。そう、オッケー。おー、5も上がった、よし。オッケー、オッケー。宝箱あったんだね。行きましょう。よし、行きましょう。で、下。3回目の挑戦だね。まず一回城の外出て、城の外に出て、めんどくさい。左どっち？知ってるよ。知ってんの？なんで聞いたんだよ、じゃあ。てか、なんでさ、うん、こういうんだろう ね。なんでこっからじゃないかね。そうだよね、ちょっとめんどくせえよね。あ、違う、そっちじゃない。あれ、どっちだっけ。あ、いいのか。入って。もうさ、太鼓っていうのが分かってんのになんで。ねえ、広すぎだ。もういいじゃんね。あ、待って。リベンジって何。リベンジって復讐って意味だよ。だから1回目戦ったでしょ、で負けたでしょ、その復讐でリベンジに行って負けたでしょ、うん、でもう1回復讐だから2回目のリベンジって意味ね。なんか復讐、ああ聞いてた今。まあいいや、どうする、戦うも。え、行っちゃう。待って、なんか鎧、道具鉄の鎧着てるでしょ、みんな。大丈夫、オッケー。しっかり後ろから叩け、後ろから。お、こっち向いてくれたぞ。よし、行くぞ。この前は体当たりしていきなりやられたからな。体当たりしないよ。作戦で命令させよう、命令させようとして。スカラ、ヒゲ入ってない、このタイプ。ヒゲか、あれ。スカラで防御力を上げとこう。アジキあげとこう。こいつでルカナ効くかな、やってみようか。うん、効かないよ、だってボスだもん。でもほら、親分ゴースト効いてよ。一回旅で出して体当たりすると死んじゃうから。あ、ルカニがあるな。こいつで攻撃してルカニしよう。これ、お父さんの充電器。あ、ごめんなさい、お、下げた、今下げたよね。聞いた。何を下げんの。守備力。守備力って防御力が減るから攻撃がいっぱい上がる。マジ効くんだ。ねえねえ、今気づいたんだけどさ、うん、あ、めっちゃ強い。大丈夫。うん、落としていっちゃい。ここさ、やばくない。耳お耳でかいね。え、ちょっと待って、炎、うん、でもいいよ。炎もめっちゃ食らったけど。まあいいや、見てて。ルカにでさ、守備力下げたからすげえ当たるよ。ほら、48とかある、うん、これ勝てるね。やべ、目玉に、やべ、混乱した。ちょっと、ベホに、ね、ピエルつけとか混乱してる、防御しとけ。これ線感じることじゃないんじゃない。え、呪文封じられてるってなったよ。マジかよ。誰、マホトーンだって、こいつなんだよ。ダイツ、アジュキン、ピエール。やべ、大きく息を吸い込んだ。防御だ、防御しとけ。はい、終わった。ヘンリー転んでるわ。倒せるな、これ。なんで？攻撃がいっぱい当たるから。ほら、結構あっさり倒したね。よしよしよし。倒したルカニが効いたからな。マスカ、あれが効くと。よかったね。よかったよかった。進んだ。ダメ元でやってみてよかった。
不思議な木の実、よし。ヘンリーが転んでくれてよかった。愚かな人間どもよ、俺様は男だったんだ。これ殺さなければこの国の王は世界の王になれたものを。グフ、どういうことだ、どういうことだったんだ。なんと太后様は偽物だった。この噂は瞬く間に国中に広がり、そして夜が明けた。あったじゃん。なんかさ、夜が明けた、なんだっけ、魔王、あのなんだっけ、魔女みたいなやつもさ、倒した時そうだって、うん。アジキ、アニューと共によくぞ母上の偽物を倒してくれました。心から礼を言いますぞ。あのままだとこの国がどうなっていたか、全く僕は王様としては失格ですね。だからアジキさんからも頼んでくれませんか、アニューが王様になるように。王様、その話はお断りしたはずですが。しかしアニュー、子分は親分の言うことを聞くものですぞ。もちろんこの兄もできうる限り王様を助けているつもりです。というわけでアジキとはこれ以上旅を続けなくなっちゃったな。いろいろ世話になったけど、ここでお別れだ。お前に買ってもらった武器や防具はその袋の中に入れておいた。じゃあ元気でやるんだったら。あっさりしてんな、おい。映画と一緒だね、あっさりしてるのは。話しかけてみて。国が元に戻って間もなくビスタの港にもまた船が入ってくる。おお、お前はそこからさらなる旅に出るつもりなんだろ。あ、そうだ、俺こんなものもあの奴隷時代に拾って持ってたんだ。ちょっとくしゃくしゃになったけど、お前にやるよ。福引券を受け取った。なんだそれ、福引券を大事に引きましまった。早く伝説の勇者が見つかるといいな。元気なアジキ。マリアは、マリア、アジキ様やヘンリー様と旅ができてとても楽しかったです。私はまた修道院に戻るつもりですから、ここでお別れですね。アジキ様はお母様を助けるために伝説の勇者様を探す旅とか、どうかお気をつけて、ご無事になっておりますわ。こいつは、本当にアジキさんにお世話になりました。これから何ともに人々は幸せに暮らす世界を作っていくつもりです。はい、もう行くの？行きましょう。じゃあ行こう。船が来てるって。うん、行こう。え、ちょっと待って、これアジキさ、人間一人になっちゃったの。あ、スラリンとか一匹ですね。なんか人間、あ、馬車の中だった。そうだね、人間一人になっちゃったね、これね。でも大丈夫って。大丈夫か、寂しいんじゃない。なんで？スラリン元から仲間でしょ、だから大丈夫。取れるか、あ、キャーって言うんじゃない。あ、よっしゃ。いやー、ここ取れなかった、ね、あっさり倒したね。平和になったね。ゲームは関係なかったんだね、じゃあね。はるかに石からやってきた。ねえねえ、どこに船があるの。港って言ったんだよ。ねえ、早く待って、でもいいよ、待って。スラリンを、あ、違う、スラリンを前に出そうじゃん。で、そしたら待って、鋼の剣をこいつに装備させて、刃のブーメランをスラリンに渡そう。間違えた。刃のブーメランをスラリンに装備させて、よし、スラボ、スラボ弱いんだよ。スラリンなんか装備できねえわ。不思議な木の実は主人公に使って、あ、じゃあさ、鉄かぶと、あれか、鉄の盾、あれ、うん、港に行こうじゃん。港って？港は、あの、一番最初オープニングの時にさ、パパスと一緒に着いた港あるじゃん。覚えてない？あ、船が着いたとこ、あそこ。そこに行くの。めんどくさいね。てかさ、あそこからすごい離れたよ。うん。お、はい、はい。やばかった。こいつ強いのかな？弱いんじゃない。ニトロだって、変な名前。力でも49もあるな、レベル1のくせに。ニトロか、トロル、おじいちゃんに話を戻るよ。うん、川は関係もない。うん、前が祈ったからか。なんかさ、弱そうな仲間だよね。
かさ、馬車どうやって、ね、馬車さ、ゴンズみたい。なんで馬車がゴンズ、あ、あの馬が、うん、ジャミじゃなかったっけ。あ、ジャミ、うん、あれ、あ、違うか、こっちじゃねえや、こっちじゃ。先生買ってくれよかったな。弱い敵が来た。ニトロがレベル上がったね。ニトロがレベル2に上がった。お、なんだそのマイクみたいなやつ。いいじゃんそれ。あ、こう、あ、道具手に頑張るでしょうか。バッチリ頑張る。命を大事に、命を大事にするとホイミとか使うよ。うん、知ってるよ。待って、夜になると船出てないとかそういう落ちないよね。あー、夜になった、夜になった。雲の流れ早い。お、またか。なんだその歌。スラボはレベル11に増えたよ。おお、エコーかかってるよ。エコーって、声が響く。くせえな、やだやないんかよ。じゃあもうフラフラしてれば、ね、あ、魚が泳いでた今。ほら、魚釣りできないのかな。ね、魚泳いでんだ。アサリならないかな。敵出るよ、敵出るな。離す、ヒヒーンだって。パトリシアだって、ほら馬の名前。ジャミが良かった。なんでや、敵じゃんそれは。ああ、ジャミ、ゴンズ、またこいつは。爆弾ベイビー仲間になったよね。ね、あれね、爆弾ベイビーがある、あるところ見てみたい。見てみたい。あ、ちなみに爆弾ベイビーね、どうでもいいか。かわいい、かわいい。ポン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 って歩いてる。キンキン見た。ポン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 。あ、朝になった。ピンポンパンポン。あ、船ある。船の音だ。船が来た。船が来たんだよ。乗り遅れるよ。乗り遅れるな。一緒で。船船。さあ、乗った乗った。おお。おっと、まだ客がいたか。しかしお前さんどうやら最後の客みたいだな。勝手に進んでる。よし、ここだ。怒りを上げる方を下ろせ。今も階段登ろうとしてんじゃん。うん、やばい。よし、新しいとこ行くね。冒険が進んでる。え、どこ行くの。わからない、楽しみじゃない。大吉、これ映画にもなかったもんね、こういうシーンはね。リメンバー、え、動かしてる、動かしてない。いや、あのさ、家族の歌、どういう歌だったっけ。優しく身が、その歌優しく身が守る。あ、待って、あの船何、あの船何、あの船何、気になる。あそこの町じゃないの、船が気になる。ここで敵出たら大騒ぎ。あんなのスーファミにはなかったよ。あ、着いた。なんて言いますよ。はい、早くやりましょう。もう勝手に降りゃ。なんだ船の、船、船の探索したかったの。はい、うん、ルドマンだって。ルドマン誰。ルドマンってほら、フローラのお父さんじゃない。ちょっと話しかけてみて。あの人、あの人なんか売ってんじゃないの。売ってるよ。ああ、ダメだ、光の国に行ってみようだって。何もない。何もない。じゃあ、あそこに行こう。うん。てか、夜になっちまったぜ。
料理なのこれ。あ、違った。違うじゃん。向こうだと暗かったから。あ、買い物できんじゃないこれ。道具屋か。先生買ってくれ、先生。ないなぁ。あ、なんだマジックシールドって。いや、まだ買わないでこう。武器屋見てからでしょ。武器の方先に行こう。防具とかもね。武器にしよう先。教会で、ここは武器。武器屋じゃあね。これ武器屋。武器屋だよ。あ、本当だ。武器屋こっちか。武器屋いい武器買って。うん、さ、いや、あずきは何かさせますか。あずきは鋼の剣買いだが、あ、持ってるからいいな。写真100写していい。いいよ。待って、モーニングスターを買ったらキャッシーが一番強くなるのか。いや、やめとこ。うん、じゃあ防具は、防具買ってくるじゃん。何、キャッシー一番強くしたくないの。いや、一番強くしてもいいんだけど。キャッシー一番強くする。いや、別に。鋼の鎧か。鋼の鎧買っとくか、うん、2つ、ピエールとアジュキに、うんうん、ピエールで、ぴったりだって。売る。ぴったりだって。ピエールの鉄の鎧と、ピエールの鉄の鎧と、アジュキの鉄の鎧。アジュキの鉄の鎧、はい、そして鋼の鎧を買うと。鋼の鎧を買います。アジュキ様が鋼の鎧を装備しました。はい。他に何か買いますか。買いません。よし、行きます。あ、待って、階段がある。なんだろう、ここは。あ、捨ててこパンツ。捨ててこパンツをゲットした、はい、大きくなったら忘れた。船乗りになるんだって。よし、次はどこ行こうかな。ウェーン好きだったのにどこに行っちゃったんだよ。だって、ね、待って、なんで場所が。どこかな。はい、ここはポートセルミオ。オッケー、ここの町はポートセルミオ。オッケーオッケー、ポートセルミね。宿屋です。何この音。この音は何。どん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 、何の音。何してんのこれ。叩かれてる。何して、かわいそうに。火を助けよう。俺たちをなめんじゃねえよ。おめえさん聞いたわけだ。だからさっさとその金を渡しな。いや、あんたらは信用できねえだ。この金は村のみんなが村のために。かわいそう。俺たちをやろうっていうのか。どうする、やる。はい、倒すか。おお、戦闘だ。ファイト。いや、弱。ファイト。なんでモンスターが街中にいるんだよ。神秘をくさげてんじゃねえ、こんな雑魚キャラに。なんでこれでレベル上がんだよ。ね、ニトロだろ。なんでこれ出てんの。あ、プールだ。あれもこれも宇宙トンパだし、機関士のものですよ。毛覚えてやがれよ。危ねえところありがとうございました。んで、あんたなら信用できるだ。お願いだ。オラの頼みを聞いてけれ。いいえ。はい、あ、はい。やれ、ありがたや。じゃあ、いっぺんしか言わんのでよく聞いてけれよ。絶に言うてこい。実はオラの村のそばにすごい化け物が住み着いて畑を荒らすだろ。このままじゃオラたちは飢え死にするしかねえ。だもんで、村を代表してオラがこの町に強い戦士を探しに来たっちゅうわけだ。あんたに頼めて、よかっただよ。よかっただよ。よかっただよ。なかなか強えみたいだしな。悟空みたいなこれ。もちろん私流って、ただとは言わねえぞ。そうそうそう。
はい。俺は？俺は。私流って嘘勝手になる。三。全。全ゴールド。うん、今半分渡すよ。そう。そうだよ。1500ゴールド受け取った。1500ゴールドを受け取った。もう半分。もう半分は化け物？もう半分は化け物をやっつけてくれた後でな。うん。じゃあ、俺は先に村に行ってるからきっと来てくるのよ。来てくるのよ。俺は、ウラの村はここから、ここからずっと南に行ったかぼち村。南に行ったかぼちゃの村。かぼち村。かぼち村だんだからな。あ、本当に1回しか言わなかった。あ、もう一回言おうかなって、やっぱり。ほら、一回しか言わなかったのに。え、なんて、また痛くなったんですか？うん、聞きが弱いの。おー、大事なことだからさ、一回しか言いませんっていうのはさ、うん、まあそれほど重要なことだからこうちゃんと聞いててくださいねっていうのはわかるんだけどさ、うん、大事なことだったらもう一回喋った方がよくない？そう、だからもう一回言おうかって言ったよ、さっき。結局よく先生とか言うじゃん。あー、二回言うぞ、大事なことだから二回言うぞとか。大事なことだから、いやそれはわかるよな、でももう一回やった方がいいんじゃないって。なんかありそうだよね。みんなは聞かなければ聞かせてほら、あった金のエプロン、そこそんなにいらない、うん、あ、これ鍵がかかっている。もう無駄。じゃあ行きますか。いい、ね、かぼち村行く。うん、かぼち村行きましょう。けどどこって言ってたっけ。え、南。南か。ってことは下の方だね、沈むの。ねえ、早く行かないと。うん。時間がなくなっちゃう。分かったよ。ほら、スゴロク券があった。ほら、来てよかったでしょ。スゴロク券なんか、どうでもいいわ。バカ野郎、いるだろ。いいから早く。分かった。勇者様を探すんだって。ジャミとゴンズが勇者よ。あ、宝箱。くそ。取りたかったけど、多分ね、鍵がかかってるところから行くのよ、うん、そうそう、鍵がかかったからダメだったんだ。なんかボカロの歌が聞こえるぞ。明日は晴れますよ。晴れ？するの？だってさ、平日さ、ゴロゴロしてるじゃん。いいことしてやろう。教会の花畑に調べてみな、ほらなんかあるってよ、教会の花畑。教会の花畑、まず教会がここにあるんだ。下どっち？下下、もっと橋を渡って、橋を渡って、あ、ここか。花投げられるの知らなかった。花投げられる池に捨てよう。え、どこに調べればいいの？なくない？三角ボタン押してるよ、三角ボタン。足元を調べてみよう。まず全部こっから溶かしたら、あ、なるほど、こっから全部溶かして、まあ、みんなかわいそう。あ、あった、まだね、小さなメダル。あ、止まっちゃった。花を全部行こうとしたんだ。なんで教会だよ。巨大な竜の神様を。濡れているのもね。竜の神様はいるのに何で魔物をほっとくんだって。確かに。ねえ、竜の神様の名前なんだかわかる。なんかタイミングよく確かに。マスター。ドラゴン。そう。かぼち村南。あ、村あるじゃん。あった。あそこだね。ここです。そこね、分かった分かった。え、撮ってる。え、手は見えたよ。撮ってる。いいよ、見えたよ。え、どこ？はい、刺して。ここですね。そこね。いいよ。ここに看板があって、ここを読んでください。分かった。じゃあ看板、ね、じゃあ看板、まず看板、ああもう敵が。モーザーだってほら、見たことないって言ってる。パクパーン。ま、待った。ニトロがちょっといるわ。ニトロ弱いから。後ろに下げ、おー、怪しいな。で、教会の人です。キラパンです。おー、どうぞどうぞ、ほら魔法使い。はい、馬車がいっぱい。誰か預かり所にくれって。
どうする？何が？誰か預かり処理送れって言われたんだけど。一番弱いやつ。スラボでいいよ。うん。スラボ俺だ。魔法使いっていうぐらいだから魔法使いんだろうな、さては。メラと魔法トーンしか使えない。弱い。看板を読んでみて。怪物に注意。ここより南、カボチの村。よし。頑張れ。あ、これだ。着いた。モーザ。逃げよう。あ、入れ替え、しまって。スラリンに入れ替えよう。戦って。入れ替えできんじゃん。うん。馬車があるときはね。テテテテうるせえな。ほら、この町です。はい、入ります。この町こそが、はい、カボチ村です。そうだよ、カボチ村。これこいつじゃない。うん、話せ。あ、いや、また畑が荒らされとるだ。こんなことが続けば俺たちは飢え死んだよ。うん、ここじゃなくない？入ってんの、うん、ね、違う。あ、これやるよ。いいよ。村人の話聞いてみて。待って、あ、ばあちゃん、ばあちゃん待って。おい、子供め、追いかけられてる。待ち上がれ、助けてやれ。あ、壺割って、壺。あいつ、こいつだっけ。働いても働いても楽になんでって。なんであれ、隠し、隠しか。あれ、タンス違うの。そこ入れるんだわ。どこ。そこ入って、そこ。うん、なんかいいの言ってんじゃん。貧困屋じゃね。ほら、よろずや。先生あるよ。いらんな、いらんな。あ、先生買っとこ。先生何個。5個ぐらい買っとくか。うん、うん、袋。やべえ、時間ねえな。え、もうやめんの。いや、もうちょい行くからさ。え、どうすればいいの。ちょっと探してみて。多分ヒント教えてくれる人がいるから。あのおばあちゃん自ら怪しい。あのおばあちゃん、行くよ。ここは鹿児島だ。けんど化け狼のせいで近頃作物が取れんでの。わしもそろそろお山に行こうかと思っとるよ。待って、夜はどう。え、夜にストーリー進んだりしない。夜、夜だってさ、うん、高屋してるって言ったらさ、うん、夜に高屋してるってみんな気づかないと。お、石が動く。おお。ここにいるの、狼。なんだこれ。お、全然違う。メガンテの腕は。なんかおっかねえ、おっかねえ名前だな。メガンテって自爆する呪文だよ。使わない方がいい。捨てろ、捨てろ。いや、捨てないよ。なんで。取っとくよ。捨てれないんだけど。うん、夜まで待っている。じゃあ村長だって。村長。村長、村長、村長に話聞けって。お、よし、力の種。おし、小さな夜、小さな夜集めたくていいことあるからさ。そうなんだ。よし、パワーが湧いてきたぞ。いけ。ちょっと待って、もう一回やって。パワーが湧いてきた。湧いてきたね。うん、湧いてきた。うん、どこかな。山頂これ。腹が減って力が出ねえ。うん、どこだ。うん、うん、うん、なんか宝出ねえかな。うん、うん。で、で、ここかな。なんかでかいよ、家が。あ、馬がいる、ここだ。山頂って馬飼ってんだ。お、話が進みそう。じゃあやはりポートセルミの酒場にたむろする連中に助っ人を頼むつもりなんだ。あそこにはなかなか出た戦士が出入りしますけん。俺反対だ。村のことをどこの馬の骨かもしれないよ、そのに頼むなんて。大方騙されて礼金だけ持っていかないのは落ちたべ。じゃあ俺は仕事があるで。なんだあんたは、どいてけろ。おー、ほら、ほらだよ、ほれ、ポートセルミで。
やっぱり来てくれたとか、あんたを信用して俺の身にくれなかったら変。じゃあ詳しい話は村長さんに聞いてくろ。村長、おい、こいつか、あんたが坂本に通いつけても先生だべか。引き受けてくれたそうで、誠にすまこってだ。で、退治してもらう化け物のことだけど、これがまず狼のような虎のような恐ろしい化け物でしたな。どこに住んでるかわからないんです。ただ西の方からやってくるっちゅうことだけはみんな知ってますだ。おねげーだ。お前は強いんだろう。どうか西から来る化け物を見つけて退治してくれ。よし、西だって。わかった、西に行けばいいんだよ。西だな、行け。西は画面の左の方だよ。お、なんかありそう、なんかありそう。すごろく剣、よし、すごろく剣だ。お、よし、小さな誰、うるせえ。夜になったら何か起こんのかもしれない。闇のランプ、どれだ、闇のランプ、あった。お、すげえすげえすげえ。闇のランプって夜になるの？そう。おお、あ、いた、いた、ベビーパンサーじゃん。ね、完全ベビーパンサーじゃんね。はい、行け、ベビーパンサー追いかけろ。いや、追いかけろ。ベビーパン悪い子じゃないのにね。ベビーパン悪い子じゃないけど、畑荒らすんだね。叱ってやらなきゃあんねんの。やめろや、やめろやって言わなきゃあんねんな。うん、やめろや。ほら、安心だ。ねえねえ、さすがにさ、キラパンとは戦わないよね。いや、戦うろう。え、なんで？いや、覚えてない。確か戦うような気がしたな。え、野生を、野生になってんじゃなかったっけ。うん、あ、なんだこれ、メタルライダーだって。経験値もらえるんじゃね。もらえるかも。あ、弱、弱いから多分もらえないよ。あ、200しかくんね。でてて、仲間になるかな、なるかな。ニトロ、ニトロ、なんかやだ。お、これでかい洞窟だから場所ごといけるな。ほら、違くない、こっちから。エビルプラント、こちらに気づいていない、逃げろ。あれ、生き残りだ。行き止まったぜ。ビッグスロース初めてだな。倒してやるか。ルカに使ってんじゃね、こんな雑魚キャラに。ねえ、え、ルカに使ってんじゃね。あ、怪人の一撃やって。こんなところでやつじゃないよ。スクルト使ってんじゃね。ダメだこいつら。呪文使わないにするわ。こいつら無駄に呪文使う。くそ。メタルライダー逃げろ。こっち合ってるかな。お、宝箱だ。石のもの、弱そう、いかにも。もう倒しちゃう。君の目が、ああ、間違えた。こいつら変な呪文使うんだった。君の目ら、目ら、君の目が貫いた。そんな胸でも、そんな歌詞だったっけ。なんか安定がない、ちょっと違う気がするけど。君の目が貫いた、なんか音が安定、胸でも増す。ちょっと字余りだねっか。字余り。君の目が僕の胸をまっすぐ。なんか歌詞ないの、どっかに。君の目が、あ、一発で倒せんだ、弱えじゃんこいつら。あれ、プラス1万じゃなくて、こよりの、こよりこよりなんだっけ、アルプス1万弱、こよりあ、なんか人がいるよ。あ、落ちるよ絶対これ。落ちるよね。あー、落ちた、すぐ落ちた。いや、今のはどうするの、ミスや。うん、どこ、ここ。でもね、落ちた先に宝箱あるのは、ほら、やっぱり鉄の胸当てを持ってたような気がするか。いらないな、今の
お、待って、ベタルさんめっちゃ出てきた。しかも誰？ウッディみたい。よし、よし、2匹。ウッディだって、これ。おい、違うやつ攻撃してんじゃねえや。命令させないようにしよう。そうだね。発信がカタカナだ。捨て身でちょっと捨て身でメタルサイム攻撃しよう。よし、一人残った。あと一人、あと一人。バカ野郎、ミスった。多分終わりだよ、ね、なあ、逃げた。ミスってんじゃねえ、ピエール。だよね、ピエール。ピエール、バカなのに。ピエール、ピエール。マーリンって誰？マーリンは魔法使いだな。まあでも最初から命令させるようにしとけばよかったんだな。お父さんが悪いんだよ。お父さんのミスだわ、これは。まあ逃げるか。なんか踊ってるみたい、こいつ。何してんの？あやとり？それ。ああ、もう。あ、なんだこいつら。見たことないね。うん、全部見たことある。倒してやろう。え、全部見たことあるの？やば、一回も出たことない。色違いだな。どれ？こいつら真ん中でしょ。うん、色違いだと思う。前は緑だよ。そうだよ。あ、やべ、アジキやべ。よし、レベルが上がったぜ。リトルはいいっつーの。うわ、落ちた。誰？人落ちてった。あれ、どこ行った？いた。なんだこいつ。すごい虎の化け物が住んでるらしいぞ。ベビーパンのことだ。ベビーパンのことだね。あ、出た。よし、今度は逃がさんぞ。いやあ、コンセント。あ、待って、あ、そうだ。え、4でも倒せないんだ。よっしゃ、5だね。よし、これは全員あれだろう。お風呂上がってからなんか何だかいな。お風呂上がってます。なんだろう、ゴミさんが。ゴミにさんをつけるなんてなかなか。うちらが用紙つけなきゃ、つけ発生してるわけじゃない。あー、もう2個ぐらい上がるんだろう、これ。やっぱり今短い。何これ？うん、マーリンレベル6。あ、出た。ちょっと飽きたな。あ、それだけだよ。いや、俺はクリアするよ、ここ。ゴム？あ、疲れた。やべ、ベギラマ。いやー、死ぬかもしれん。ダメだ。どうしようかな。やめるしかない。命大事にしようか。それでも会心のうち。あ、逃げた。いいんだよ、別に。まあ、いいか。だって、レベルが上がるのと全滅してお金が半分になるのはどっちがいいの？全滅は困る。でしょ？ここまで来たのに全滅は困るわ。あれ？なんで？あー、あ、メダルスライム。スライム多くない？あ、メダルスライム多くない？一匹ぐらい倒せろ。倒させろ。
会心の時期で遊ぶ。いいよって言うの。ねえ。守備力410上げたって。あ、通した。よし。オッケー。気をつけてね。いいよ、いいんだよ。あれ、なんか。あ、聞いてる。それは腹温めて寝るしかないんだよ。あれ？やら。ああもうどうして、いやもう逃げるぞ。うん。して。落ちるなよ、落ちるなよ。脇に寄ってればいい。もう。あった、宝箱。逃げるぞ。あいつベギラマ使ってくるから逃げるぞ。ドイツ、あの辺の炎みたいなやつ。人食い箱下手すと死ぬぜ。あぶねー、攻撃力めっちゃあるんだこいつ。けど弱すぎない？弱すぎだね。壁側に攻撃すると落ちるよね。こいつら足遅そうだな。おい、回り込むんかい。え、これがさ、シュ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 って反復予想みたいにしたら、キモ、ね、時間決めてよ。はい、この魔物倒したら。それがいつなんだかな。多分あと、あああと5分ぐらいだと思うんだ。お、聖水ないの。聖水使ってみようか。聖水使っても効かないと思うけど、一応やってみようか。あ、そうなの。じゃあいいや。洞窟なかったらダメだったっけ。あ、しかし何も起こらなかった。そうなんだね。出た、落ちてよかったじゃん。落ちてよかった。お、一匹残った。一人ぐらい倒してくれ。よし、あとは適当だな。足が、片足がフィルってなる。身長測りたい？明日にしな。いや、あとで測ろうよ。じゃあ今そうやって何でもかんでもってさ、時間なくなるし、気合入る。あ、ここで多分、ここで失敗したらやめよう。もうちょっと失敗してやめるよ。あー、もうねえ、壁に寄って、ま、壁に寄って行ってください。こいつ倒すか。あ、逃げた。くそ、逃げれば、うん、これやったら倒すわ。すごいでかいよ、ね、結構レベル上がったな。おー、危ない。よし、壁によって待って、こう、ここで落ちたんだよ、さっきな。うわ、なんかいっぱい出てきた。まとめたスライムだ。逃げた。25だって。簡単だよ。あ、やばい。何？死ぬ。大丈夫だよ。あ、25くらいよ、普通に。ああ、逃げた。死ぬよりました。さすがだね。死ぬよりました。死ぬのとレベル上げ、どっちが大事？レベル上げは後でもできる。あ、ここで落ちたんだよ。待って、お父さん、ちゃんと見て。ゆっくり行こう。
あ、待って、そっちあんまり行かないで。このぐらいか、このぐらいか、行け。よし、来た。ここで落ちればいいんだな。そうなの。あ、落ちるってか階段だった。お、来たぞ。ここじゃない。待った待って、ここで多分だけど、あのリボンが役に立つはずなんだ。あのほら、なんだっけあれ、これビアンカのリボン、これを使うとかじゃなかったっけな。それで思い出すみたい。はい、早く待って、もうやりすぎ、満タンにしてる。ちくだ、いた、いたよ、ほら。しかも後ろになんか刺さってんじゃん。あ、当たってきた。後ろに剣が刺さってる。これを多分使うとかすんじゃん。ビタンでビタンでビタンでビタン。なんとキラーパンサーはゲレゲレだった。終わった。終わった。早っ。メッセージが早すぎて読めなかった。ふにゃゲレゲレは紋章の入った剣を大層に持ってきた。この紋章には見覚えがある。なんとパパさん剣だ。アジキはパパさん剣を手に入れた。こうやって手に入れるんだね。ね、偉いね。アジキはパパさん剣を袋に入れた。ふにゃーゴロゴロゴロ。よし、ゲレゲレの方に変わった。よし、はい、ゲレゲレにリボンをあげてね、装備させよう。よし、これセーブしよう。もう、うん、攻撃力なの大人になったから。あ、誰かモンスターチーズのところを送る。マーリンでいいや。よし、ゲレゲレの強さ見てみよう。鉄の強いと川の腰巻きか。ビアンカのリボンを装備できた。してアプーか。これ鋼の影響とか装備できるんじゃない102。お、なるほどね。パパスの剣装備できるかな。あ、できた。107だ。107で108だからね、7上がるよ。そうだね。今日はここまでだな。ルールあったっけ。ルールはないからキメラの翼だな。え、ルールなかったっけ。ルールないよ。あれ、誰か持ってたよね。覚えてないよ、ルールは。え、ルールはね、イベントでね、覚えるからね。これないでしょ、ルール。え、前さ、ビアンコ持ってなかったっけ。ビアンコ持ってない。ヘンリー、ヘンリーを持って、これで村長のところに行くと、産地のところに行くと、村長のところに行くと、あら、鍵がかかっている。よし、やだやん。ところここは教会も何にもない。やだやん。これか、ただの塀だ。これ、この魔物がいることに気づかないのかな。お前はみたいな。お前は魔物、まさかって、なんだよかな。ね、じゃあこいつ一番前にしようか。こいつ一番前にして、ゲレゲレ一番前でしょ。よし、あじゃけしまう。そう、その化け物は。あ、ワン、あ、ワンじゃない。化け物をペットにしちゃったの。そう、その化け物は。ヒエだって、なんで逃げないの。ね、サンチェってここだっけ。あんたは化け物とグリだったんだってな。あんたを信用した俺がバカだったよ。分かってるだ、何も言うな。金はやるだ、約束だからな。また化け物をけしかけられても困るだし。ああ、グリだったと思われてる最初から。グリって、え、もともとこのアジュキとゲレゲレが仲間で、うん、ゲレゲレが荒らすでしょ、うん、でアジュキはお金を受け取ってそれをやめるみたいな、こう最初から仕組まれてたように
思われてる。あれ伝わった今。あんまよくわかってない。どういうこと？だから口裏合わせをしてる。だからアジュキがゲレゲレにお前この村を襲えと、で俺がその村人からお金を受け取って退治に行くみたいな風にするから芝居をしてたっていう風に村人が思ってる。ねもうよく、こっちは何、こっち何、こっち違う、どっちこっち行って、こっち下あ、これ、うん、牧場だった草の中は、うん、グルだったっていう意味伝わん、まあいいか、もういいか。あんた化け物とグルだったとはな。あんたもうまい商売考えたもんさよ。とにかく残りの霊気もらったらとっとと村を出てるって、うん、はあ、じゃあ出るか。けど男の子は偉いよね、うん、ちゃんとすごいねとかなんか。そうだね。つか教会ねえのかな。ねえな。じゃあまた戻るしかねえの。くそ、多分ね。まあいいか。よし、あそこでセーブして終わりだな。ていうかゲレゲレが仲間に加わってよかったね。うん、つかゲレゲレが先頭だ。ちょっと一回戦ってみよう。ゲレゲレが先頭ってのはいいね。作戦ガンガンいけ、ガンガン行こうぜ。テンション盛り上がり、うるさいって。もう無事に何度来てて、これこれ、テンション上がる気味ね。怒られたんだよ。ナイトプールパシャパシャはい、今日は終了だ。ナイトプール